しゃ。ハムロ、それでこそ私、ここで爆発したらハムロ、チキハムロ。来るのか。ラダーが死んだ時のあの句、情けないやつ。何が、貴様こそその力を無駄に消耗していると、なんで気がつか。貴様こそパワーダウン。世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるな。夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後でも手高い革命の心だ。官僚主義と大衆に飲み込まれていった。インテリはそれを嫌って、世間からも政治からも身を引いて寄捨て人になった。なった。私は世直しなど考えてはいない。不民どもにその才能を利用されている者がいることか。そうかい。パワーならこっちだって負けちゃいないはずだ。ベルのパワー負けている。なんと、貴様がいなければハムロ。ウィンターが死ぬ。うわ、逃がしたよ。捕まった。しかしもう遅い。私の勝ちだ。今計算してみたが、アクシズの後部は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。ふざけるな。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。バカなことはやめろ。やってみなければわからん。正気か。貴様ほど急ぎすぎもしなければ、人類に絶望もしちゃいない。アクシズの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。無理だよ。みんな下がれ。ダメだ。摩擦熱とオーバーロードで自爆するだけだぞ。もういいんだ。みんなやめろ。結局遅かれ早かれ、こんな悲しみだけが広がって地球を押し潰すのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて、自然に対し地球に対して贖罪しなければなら。ハムロ、なんでこれがわからん。離れろ。ガンダムの力は、これはサイコフレームの教師。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ暖かくて安心を感じるとは。何もできないで。そうか。しかしこの暖かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それを分かるんだよハムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。ダラースーンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララーを殺したお前に言えたことか。お母さん、ララーが。うわっ。いかがでしたでしょうか。ところで、あな、そうです。でも、あら、申し遅れました。 AR と呼んでくださいね。さて、データの登録を行…登録が完了しました。ちょーっと待った。 AR ちゃん、そうですよ、マリにフィア、今日は新しい、誰がナビゲーター。そう、これから私たちさ、そして最後に、うーん、勝手に話を。ではそのよ、はいはい。では私は2パー、もう、それでは後ほど。マリ、くれ、それじゃあ、と、その前じゃあ、あらた、早速だけど、あ、
モビルスーツと新しいモビルスーツを今回はなんと、と落としてみせる。そうそうやらせはせんよ。この程度の相手に負けは。これはこれは、いい引きしてますな。準備は OK？ モビルスーツや。じゃあ次。じゃじゃーん。ここには宇宙早速。ここでまずはこっから。スペースコロニーサイドセブンに侵入したジオン軍の偵察部隊は、連邦軍が極秘裏に開発していた新型モビルスーツガンダムを発見した。トレーラーに横たわる機体を破壊しようと試みるザク。しかしガンダムのコックピットにはサイドセブンの少年アムロ・レイの姿があった。アムロのとっさの操縦によって目覚めるガンダム。ついにガンダムが大地に立つ。バトルクエストが開始。ここからバティアちゃんと交代。偵察だが、こうなったら仕方ない。交代となりました。私、ここからは各モビルスーツには異なる属性、相対するモビルスーツ味方が有利を。いくら装甲が熱くたってやれないはずはねえんだ。こいつでとどめだ。急所さえ狙えばあいつもただじゃ済むまい。そこだ。奴の性能は我々の予想をはるかに上回っているのか。
貴様らなど恐れるに足らぬ。またバトミッションのクリア時、ミッションはクリア、編成やバトルでの得られる報酬、さて後ほどお会いでき、ここからは私、お二人の説明を。はい、それでは次に、ここでは実績報酬を、報酬を受け取りました。このように、さてこれ最後に選択した、あと一お役に立ち、さてクエストを進め、当面の目標、それではいつログイン、新しいモビルスーツが追加されました。キャラクターが追加されました。下がれよ、下がってくれないと。ここで